餌を確保して、それでやっと釣りが始まる感じです。カツオ、スマガツオです。うわ、サメ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 、その下でずっとサメがぐるぐる回ってドガーンと音。さあ始まりました。食ってる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 。うわー、でかい。嘘つくな。やられてんじゃないですか。大丈夫ですよ。おはようございます。フィッシングギャングのあずさです。今日はですね、恒例行事となっているサメ狙いやっていきたいと思います。で、今回お世話になるのは亀川さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、釣れそうですか。サメは。サメはもういつでもいるということです。まあ餌確保が結構大変になると思うんですけど、餌の調子はどうですか。まあ、ムロが一番釣れれば早いけどね。はい、長湯。はい、そうです、ね。サメだったら長湯早いね。長湯っていうのはつむぶりのことですね。今日はですね、いつも通り餌を釣って泳がせでサメと、まあ、サメ以外もちょこっと狙いたいと思います。それでは早速行ってきます。巨大サメといえばあちらの方じゃないですか。もう人気じゃないんですか。まず、あの最初お世話になったマンブー船長ですね。はい、はい、あの今日ちょっと手伝ってくれるということで、はい、お願いしました。餌担当です。餌担当です。贅沢です。今日心強いですね。はい、今日外したらもう次はないです。今回使用するリールですね、ペンさんのファゾム、こちらの 30LD2 ですね。ストライクとフルがあって、これはもうワンタッチであのドラッグ調整するためですね。一番大きな特徴はここですね。2スピード、仕掛けをこう回収するときはハイギアにしていち早く上げてくる。超大型魚がかかってもうどうしても巻ききれないってときにローギアに入れると、巻いてこれる。今日サメで、実験してみたいと思います。これはちょっとカツオノコリが一緒に混ざってったりするんで探してます。探してるんですね。で、あの一番いい餌がムロアジなので、それを狙ってるんですけど、手巻きで狙えないこともないんですけど、ムロアジっていうのはもう結構移動が早くて、電動リールの方が効率よく手返しよく狙うことができます。なので電動リールで狙ってもらってるんですけど、もし魚が上がってきたらそこでやっと僕の出番です。ささっと外して、このイケスの中に入れたいと思います。餌を確保して、それでやっと釣りが始まる感じです。この泳がせ釣りっていうのはもう餌をいかに早く確保できるかの釣りなので、餌確保がもう1時間で終わる日もあればもう午後までかかる時もあります。今狙っているムロアジがもう餌の中でもダントツ一番食いがいい魚なので、ムロアジが取れたら最高です。後ろではマンブー船長がサビキ釣りで、僕はこちら餌をつけて胴付き仕掛けで狙っていきます。釣れる魚が違うと思います。サメに関してはムロアジじゃなくても食ってくることが多いので、とりあえず何でもいいので餌確保目指します。おお、おじさんだ。ナイス、餌に使える。おお、なんか微妙。ベラ一応入れときますか。入れないです。マンブーさんがいらないということで逃がします。マンブーさんがヒットした餌がサメに襲われました。今日のターゲットがこの船の下にいます。餌がない時に限ってこうなるんですよ。戻すみたいです。だだ、もう来ないな。次おもりでかいから釣れます。こっちは魚がいるポイントに船こうやってつけてくれてるんですけど、はい、おもりが沈むのが遅すぎて着底する頃にはポイントずれてたんですよ。今おもりの重さを重くしたんで、あの次は間に合うと思います。はい、着きました。お、
お、来た、よっしゃ、来た、よし、増えろ、増えてくれ、増えてくれ、あ、増えなかった、よし、サメから逃がします。見えてきました。そうですね、よし、お、お、来た、おお、あー、普通に食べて美味しいやつが釣れた。今じゃないんだよ、君の出番は。これはサメに使えないですか。そうですね、普通に食べたいですね。食用で持って帰ろうか。あの、これは普通に食べます。普通の五目釣りになっちゃいましたね。そうですね。これ餌にしたら根に潜れる。あ、マンブーさんの魚は良さそうです。うわ、ムロだ、来た、ちょっとやばい、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 うわ、でかい、でかい、でかい。ノータッチ。オッケー、よし、これでとりあえずは幸先いいですよ。10匹ぐらい欲しいですね。あ、はい、贅沢なんですけど、僕もちょっと頑張ります。先生、どんな感じですか今日は。釣れないです。釣っても食ってもないですね。ああ、釣ってはいるんですね。釣ってます。なるほど。なんか塩なんだろうな。緩んできてますね。緩んできてる。なるほど。次のポイントでちょっとジグやってみます。ゲー、食った、ゲー、食った、食った、食った。あー、ずれた。あ、いや、餌にいいぐらいの重さだった。あ、なかなか難しいですね。難しいですね。まあ、いつも通りっちゃいつも通りですね。もう巨大サメ釣りってもう半分以上がもう餌釣り。餌が取りにくい日は逆に良かったりするんですけどね。だから今日は餌取れれば来ると思いますよ。うん、逆に餌がイージーに取れるときはもう全然本命来ないですね。ああ、なるほど。お腹いっぱいで。はい。まあ、10発は欲しいんで、あと8匹は欲しいですね、目標。はい。おー、後ろやば。後ろめっちゃ殴らん。後ろ、後ろ。え、本当だ。はい。これ使って。あ、ありがとうございます。お、はい、船長からタックル借りました。はい、SLJ タックルですね。これでちょっとやってみます。っていうのも今、結構周りでナブラが起きてます。これもベイトですね。カツオナブラです。あれ、ボイルやばいっすね。両方やろ。あ、ちょっと待って。あ、やばい、絡んで、絡んで、絡んで、やべ、絡んで、もうすでに絡んでる。おお、やばい、このベイト。一旦軸からやるか。うわ、後ろでもやばい、後ろでも始まった。あ、これはものにしたい。おお、つむぶりだ、つむぶり、つむぶり。ちょっと待って、つむぶり、つむぶり、つむぶりっす。うわ、めっちゃいっぱいいる。おお、食った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 、マンブーさんの食った。うお、めっちゃいっぱいいる。ムロ、やばいやばいやばい、ムロ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 。ムロっすか。カツオだ、これカツオ。最高じゃないですか。最高だけど。引きが強すぎる。うーわー、危ない危ない危ない、針が刺さりそう。いや、引き強すぎる。うわ、カツオ、スマだ。よし、あー、あ、スマガツオです。はい、すごい。餌に上等です。これは閉めちゃう。あの、血も抜かないでいきます。餌用なんで。よし、いきます。はい、いやー、マジマンブーさんいてよかった。誰かいない、誰かいない。あ、また来てる、また来てる。
こう連携プレー大事ですね。危ない、1人だったらものにできなかったこのチャンス。無料っすか。おお、これはもう最高。よし、騒がしい騒がしい。やばいや、急に。よいしょ。4匹になった。ツムブリもいましたよ。ちょっと胴突き落としてみましょう。食ってくれんかな。このチャンスはものにしたい。カメラがどこ映していいか分かんないでしょ。そうなんです。わあやばい、めっちゃ盛り上がってます。うわあ、来てくれ。オーマイグッネス。どうしよう、ムルサビ行くかな。どうしよう、めっちゃ迷う。マンゴーさん、サバサバですね。サバサバっすね。今のビッグチャンスを一人だったらものにできなかったっす。そうっすね。ターン行きます。レアっすよ、めちゃくちゃ。すごい、本物のキビナゴ。網ですくってから下にしたら手をっすよ。おお、サメがいました。すげえ、まさにベイトボール。見てください、この鱗。これを食われたってこと。そうそう、救われた。食った。あ、切れた。え、サメっすね。サメ。やばい、サメが待ってます。やりますか。あ、でもあの、ムロサビキで止めたら引き寄ったんですけど、そのまま捨てたら。カツオ入れてみますか。入れてみますか。下に入れてみますか、もう。はい、あ、そこら辺か。もう重装っす。いや、やってる、ほら。あ、ほんとだ。あれりゃ、やられた。うわぁ、スパッ。もしかしたらいっぱいいるんじゃないですか。あ、やばい、どうしよう。サメ突っ込んでもいいんじゃない。そうっすね。亀川さん、サメ狙っていいですか。じゃあちょっとやります。でかかったっすよ。大きいサメが水面浮いてて、キビナゴなんですけど、キビナゴワワワワワってこうカツオとツムブリが襲ってて、その下でずっとサメがぐるぐる回ってドガーンって襲ってたんですけど、船が近づいたの見て逃げました。でも下にはいると思います。問題はここで生き餌を使っていいのか。死に餌でも食ってくれるのか。そうなんですよ。死に餌で食ってくれるんだったら死に餌でやりたいです。もったいないんですよね。普通に食べても美味しいサイズなのに。はい、美味しそうなスマカツオ。どうしようかな、めっちゃ迷いますね。俺は二択を外す男ですから。泳がせてみようかな。くたばっちゃったっす。くたばっちゃった。はい、カツオやってみますか。カツオ投入します。餌でかすぎっすね。食いが悪かったら切って、血の匂いを出したいと思います。よし、じゃあ行きましょう。よし、はい、さあ始まりました。始まりました。はい、ちょ、多分中層にいたと思うんで途中で止めます。
これ今死に餌です。ちょっと動かしてみたりしたいと思います。体力大丈夫ですか？体力は大丈夫なんですけど指が指が痛い。これ地獄の1時間が始まる。そうっすね、そうなんですよ。はい、ムロアジ、あ、いや、サメっすか？サメがかかってる。サメ？はい、糸出されてる、止まらないっす。出ちゃってんすか？100m。 やば、ダメだな、でかすぎます。ムロアジのサメになってハリス4号しかない。ハリス4号、ムロがかかって襲われました。1kg の魚をしゃくってます。いつ来るかわからないから怖いっすね。こう泳がせだったら暴れるから、あ、来そうってわかるんですけど、死ねえさはわからない。失敗したな。さっきカツオ釣れた瞬間にこれを重り外してカツオかけてフリーで泳がせばよかったっすね。それがよかったな。ちょっと、あ、でもサメがいるってわからんかったからな。おお、寄ってきた寄ってきた寄ってきた。すごい、サワラ。サワラ？サワラ。でけえ。ダンスかも。どんなやつ？怖いな、なんか。おお。でけえ。ありがとうございます。めっちゃ綺麗。めっちゃ逆転です。これ4号だけでやばくない？4号で。ムロアジ餌にします。鼻掛けです。ちょっと一回泳がします。ちょっと待ってよ。はい、一旦生けすに戻します。ついにサメ狙い。そうですね、サメ狙いが始まります。よし、まあ球数が少ないんでちょっと外したくないですね。大事に行きたいと思います。できれば一投で仕留めたい、体力的にも。始まりました。最初そこにつけて、そこから5メーターぐらい浮かしたいと思います。もし下にフィッシュイーターがいたら、落ちていくムロアジが止まったりとか、下に降りたくなくて上に泳いだりすることによって重りが止まったりするんで、そういうのでちょっと、いるなっていうのが分かったりするんで探りながらやります。Tラインは6号です。浮かします。おお、暴れてる。竿先がポンって上がったりするのは暴れてる証拠です。ここから下手したら1時間ファイトとか考えると怖いですね。はい、よし、ダメですね。ちょっともう死にかけてるし。
次はちょっとあのナイフでさばいてみます。はい、おおお、食った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 、お当たってた、あ食った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 、離した離した、くそ、離しました。2回食ったんですけど、ちょっとそこに置いてみます。食え食え食え、缶抜き缶抜きって考えてたっす。サメじゃなさそうっすね。なんかサメじゃない気がしますね。サメだったら結構持っていくと思うんですけど、はい、違和感あって話してるんで、サメ以外の魚かもしれないですね、もしかしたら。一回上げてみますか。上げてみましたね、上げてみましたね。あー、いつ合わせればいいのか分からん。あらだったらどうしよう。賢い魚がいますね。いやでもあそこで合わせても抜けてるんで、はい、あ取られてますね。取られてます。ちょっと餌取りに行こう。オッケーです。はい、オッケー、餌取りに行きます。多分アラス、サメの歯型がないっす。今のところもマンブーさんの動画になっちゃったマンブーさんいかにすごいそれしかない。もう酔ってる。次は泳がせです。ムルーが何匹か確保できたので、そのムルーを餌にしてですね、狙っていきたいと思います。はい、じゃあ着きましょう。始まりました。おお、なんか暴れてますよ。暴れてる。下に降りていきながら暴れてます。いい感じですよ、暴れてますよ。なんか絶対いる。暴れてる暴れてる。正直いつ来てもおかしくないです。弱ったっすね。弱りました。塩で割ってるんですよ、塩の抵抗で。次はおじさんを餌にしてみます。
針のサイズを落として、おじさんに合わせました。さっきこうムルーを追っかけてたであろう魚が食ってくるといいんですけどね。最初良かったですけどね、ちょっとポイントがずれていって、おおお、また暴れた。いやいい感じで暴れてたんですけどね、食わなかったんでまた移動します。はい、全然焦ってない、全然見ての通り全然焦ってない。よし、行きます。さあ、おじさん投入。一回そこ取ってちょっと5メーターぐらい浮かして暴れさせて、でまた潮に乗って移動したりとか、潮に乗ってこう仕掛けが浮いたらまた落とし直してっていうのを繰り返して、なるべくそこから5メーターぐらいをキープしてます。船が潮に乗ってこうちょっとずれていくんですけど、それで地形がこう駆け下がったりとかするんで、そしたら仕掛けが急にもう15メーター浮いたりとかなっちゃうんで、こまめにこうそこを取り直してレンジキープしてます。ただあんまりやりすぎるとこう重りが魚に当たったりとか、この糸に引っ張られる水圧で魚が、あ、付け直すみたいですね、魚が引っ張られて弱っちゃうんで、極力優しくやります。で、沖竿だと結構魚が弱りやすいんですけど、この波に合わせて手で吸収してあげることによって魚のダメージっていうのは減らせるんで、手持ちの方が魚は弱りにくいと思います。はい、ムルアジ投入いきます、はい、さあ、こんだけベイトいたら下に魚いそうっすけどね。来てる感じで動かしてみますか。おお、食ってる、なんか食ってる。なんか食ってる。食ってる。あらかな、なんか食えてる。持ってるな、どうしよう、持っていかない。うわ、取られたか。あー、取られた。取れた。はい、よっ、おー、びっくりした。オッケー、乗った、オッケー、乗った、オッケー、乗った。よし、来た。よっしゃ、オッケー、オッケー。うわっ、でかい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 。うわっ、ドラゴン出た、やばい、やばい。よしよし、やばい。これはでかい。ローに入れます。大丈夫大丈夫、ローに入れてから結構負けてる。はい、うらっ、
よし、負けてる。上がってこい、お願い。よし、この引きはもしかしたらヤバいやつかも。よし、オッケー、オッケー。めっちゃドラグ出ただけど、すごいやばい。お、見えた。おお、うん、やばい。来た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 。やばい。あ、でかっ。何これ、車にいる。うん、いる。うん、嘘つくな、赤字にすれば。これやべ、こんなでかいの初めて釣った。うほー、やったー。やばい、手釣ってる。これは、うわー、やばい、やこれはえぐい。こんなでかいの初めて見た。うわー、おお、これはやばい。ありがとうございます。これはやばい、でかすぎ。こんなバケモンいるんですか。ちょっと待って、これはやばい。おお、うわ、これはこれでかすぎ。なんすかこれ。俺が知ってる赤人じゃないです、これは。これやバグってる。これはやばい。そりゃあんなに引くわ。多分最初のあたりでムラージの体持っていかれて、引っ張ったらスカって軽いんですけど、多分頭だけちょっと残ってて、もう一回ボトム置いたらココンって当たったんですよ。もうこれで当てようと思ってバーンって外したらかかった。危なかった。やば、これはちょっと、おお、こんな神回じゃないですか、これ。これスーパー神回。うわっ、これはやば、これ魚拓取ろ。これはおやばい、嬉しすぎる。はい、主ですね。こんなバケモンがいたんですね。あ、あんなに重いわけ。18、よーい。このリールいいっすね。あのサイズローに入れたら普通に上げてこれて、これ2万円台ですから。やばいっすよ。やばいやばい。いや、2万円台のリールを使って泳がせに挑戦できるっていうのが、泳がせって結構敷居高くて、あ、入門するにしてもなんかこう竿で例えば5万とかで、リールもやっぱ5万ぐらいはしてみたいな感じで、あんまりこう安いリールでできないっていうか、入りにくい壁があるんですけど、2万円台のリールであのサイズが上げきれるんだったら入りやすいですね。あと結構こっちがワイドなんで糸が食い込みにくくていいですね。ここが細くなるとどうしてもこう中にラインが食い込んで、ここで高切れとかしたりするんですけど、レベルワインドでこう、あのラインを斜めにこうやって斜めに入れていくと、ラインとラインの間にこう入らなくなるんで。はい、オーケーです。ちょっと上げます。今流れゼロらしいです。本当ですよ。危なかったですね、さっき流れてうちに車に来てよかった。今だったら食ってなかった。うわ、めっちゃ出てきた。食いすぎだろこれ。
よいしょ、レッツゴー。いい匂いの帯が降りていってます。こうやって追っかけていくんですか、みんな。抜けた。ミーバイがかかってました。多分ミーバイです。あれもスラマーでファイトしてた。よっしゃー。言い方。逃がします。逃がすんすか。逃がすよ。さようなら。沈むかっていう問題がこいつのパワーがありすぎて重り105号なんですけど、ラインが斜めに入っていきます。ポイントここでも多分全然違う場所だと。100号なんか関係ねえぜみたいな。あ、全然泳いでますね。餌が引き強いです。餌の引きが強いです。おお、ドキドキするな。暴れてます。暴れなのか普通に引きが強いのか分かんないです。今日ですね、巨大ザメを狙いに来たところ、なんと巨大クルバリアカジンが釣れました。まあ、僕個人としては正直サメの100倍ぐらい嬉しいんですけど自己記録も更新できたし、めっちゃいい釣りができました。あとはあれですね、今日リールの、まあ、テストも兼ねてちょっとやってみたんですけど、非常に2万円台とは思えないぐらいのトルクで驚きました。粒振りの抵抗が大きすぎてしかも若干前進してるから水圧エグいんですよ。腕パンパンですやば、沈んでた。いてぇ、手が痛い。行けた。もどかしい。食うなら食って。うわ、やばいやばい、暴れてる。あ、食った。食った。あー、外れてる。くそー。あ、違う。オッケーオッケー、いる。ついてる。オッケー。あ、パワーギアにしたから浮いてきてる。待って。待っとけ。オッケーオッケー。浮いたからサメだ。でも張り付いてましたけどね。変わったのかな。おー、やばい。足の震えが一気に来た。ちょっとバックしてもらっていいですか。やばい。待ってよ。はい。危ねえ。ちょっと後ろ回ります。ちょっと置いてもらっていいですか。よし、危ない。走ってる。あっか、足打った。オッケー。オッケー。うぅ、やば。うぅ、やば。うわ。
うわ、わかんないっす。でも今たるんでるんで、こっち向けに泳いできてるかも。切れたかな。あ、ついてる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 。やばい、もう一回やる。あ、下行った下行った。これは最後に来たぞ。やばい。辛い時にしか来ないっすね。相当でかかったっす、さっきは。イルカ、イルカみたいでした。バックお願いします。今こっち向きに泳いできた。オッケーオッケー。音割りでいきましょう。ローで行ってみます。ローで、はい、ローじゃないとこれ勝負できん。ローあってよかったっすね。ローあってよかった。ローだったら本当にもう1センチ単位で寄せてくれるんで。ローがないですね。ここからですよ勝負は。サメは近づいてきてからが勝負なんで、まだまだ全然前半戦ですよ。前半戦上がってきてはいるんですけど、見てからが地獄なんで。寄ってますよ。寄ってきてます。はい、夕方にこれは地獄っす。どんな鬼トレーニングだよ。星が悲鳴上げた。よいしょ、竿の曲がりエグいっす。ラインがブランクスに当たってます。あー、これね。勝負に出ましょうかね。勝負に行くか、じんわり行くか。じゃあサメの場合、人間が休んだら相手も休むんで、うん、頑張り続けないといけないんですけど。糸鳴りしてる。腰がやばいな。なんとか持ってくれよ道具。したら倒せるかもしれない。あんまりこうドラッグ締めたら、またさっきみたいに急に突っ込んだりとか、ジャンプした時って、ドラグは緩めで、勝負する時だけ指で押さえる。なるほど。指ドラグで。弱ってきてますよ、相手も。よし、勝負です。よしよし。お、見えた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 。見えて見えてる。よし、ここからだぞ。うわ、でかいっす。いや結構、あーでかいよこれ。でかい、やーべ。よいしょ。おー、危ねえ。マグロみたいに回していきます。よー、リーダー入りましたよ、リーダー。リーダー入った。入った。やばい、やばい。大丈夫大丈夫。
でかい。でかいわ。でけえ。これは何これ。これはちょっとでかい。That's huge。よし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 。ほら。うお。バカでか。でかいね。でかいっすね。これは。これでかいよ。これはやばい。ちょっと待って。握力なかった。頑張って。Try hard。おーマイガーシュ、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 内側やばい、おーやばい、ポンプ、ポンプ、横なったらいい感じなんすよ。横なりそう。うわ、また勢いついた。気をつけて。でけえ。ちょっとビーフ。うわ、まだ。やばい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 。うわ、後ろに魚が。浮いてきた、浮いてきた、浮いてきた。油断できねえぜ、まだ。ほらほらほら、来たよ。Oh my gosh, that's too strong. ここから30分とかになったら、うん。これはでかいわ。これはでかい。人がこれ以上負けないんで、だから危ないんです。ああ、そっか。もう リーダーが。危ない危ない。綱引きや。するからですよ、タッチ。押せないとね。でももう少しで。おお、やばいやばいやばい。サメ慣れしてきてる。サメ。お、顔上がりそう。こっからどうやって上げるからな。ちょっと手繰るしかないんですけど。マグロみたいに船に当てたら怒りますかね。
危ねえ。こっから出す。やべえ。よし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 、来た来た来た。おお。お前。爆音に当たったら怒りますね。よっしゃ。触ります。触った。タッチ。オッケー。触った。タッチ。オッケー。触った。タッチ。オッケー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 。逃がしますよ。はい。外れそうですね。なんか。でっけえこいつ。ワイヤー買ったのがいいんじゃねえ。危なくね。やってみてください。行きましょう、行きましょう。危ない、ビンタされた男や。思いっきりや。どういう格闘技だよこれ。はい、行きます。はい、オッケー。はい、オッケー。バイバイ。バイバイ。疲れさせてごめんよ。今年もなんとか。You made it! もう一生やりたくない。マジ疲れた。大体夕方に来ますからね。初めてでもピンとされた。マムさん、ありがとうございます。ありがとうございました。最高の最高。サメのピンタって重かったです。だいぶこっちやられてんじゃないですか。大丈夫っすね。サメ肌で。よかったっすね。結構赤くなってる。一瞬脳揺れたっす。めっちゃありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとか。やりましたね。なんとかなりましたね。いやー、よかった。ありがとうございます。完璧すぎる。マンブーさんいなかったらどうなってたら大事なんですか。まずあの室味も取れてないですから。そうそうそう。サメはきついっすね。どうですか、勝利の味は。でも甘いっす。甘い、水が甘いっす。スプラッシュ受けてビンタされて。そうですね。いや、目覚めましたね。すげえ。しかもあのサメ、あの針一本ついてました。え、本当に誰かの切ってます。あ、まあ、この辺でこう釣り人が釣った魚を食べてるんでしょうね。多分水中映像に映ってると思います、針1本。にしてもでかかったっすね。でかかった。150はあると思います。そんぐらいの感じですよね。はい、あ、ワンちゃん200近いかもしれないです。うん、いや疲れた。よかったっすね。よかったっすね。帰りましょう。帰りますか。手も痛い。やばいね、もう。亀川さん、ありがとうございました。こんにちは。はい、あの、できすぎです。ありがとうございます。まさかサメ狙いで自己記録の魚が出るとは思わなかったんですけど。めったにいないですよね、でもあのサイズは。なかなか。これはこんなの初めてなんですね。では、いや、言うてあの近場なんですよ。結構遠征先とかでは上がったりっていうのを聞くんですけど、糸満から出て何分ぐらいの場所ですか。30分ぐらいですよね。もう本当に近海でこんなでかいクルバニーがいました。でまあ、今回 の、 あのリールテストのサメなんですけど、まあ、フィッシングギャングが今まで上げてきたサメの中でも結構トップクラスに入るぐらいの大きさで、はい、上がってくれましたね。今日 もう無理やりあのサメ釣らせてくださいってお願いして。あのメニューにないんですけど、あの無理やりやってもらいました。
隠しメニューになっちゃった、まあ、だいぶニッチですけど、はい、まあ、ちょっと偉そうに自己記録とか言ってるんですけど、マンブーさんが釣ってくれたブロアジで釣れましたねおかげさまです。マンブーさんありがとうございます。あ、いいでしたね。はい、はい、ということで、大成功でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。